皆さんこんにちは、高橋明です。今回はダニー・ブレット選手のスイングを見てみたいと思います。彼もニック・ファルド選手以来のイングランドのメジャーチャンピオンです。生涯優勝数はまだ2回なんですけれども、そのうちの1つが2016年のマスターズです。ジョーダン・スピースを抑えての優勝でした。彼の特徴はショットの正確性です。平均飛距離は189ヤードと100位にも入らないんですけれども、ミスが少なく非常に安定したショットを打つところです。打法はごく普通の、最新のモダンスイングなんですけれども、そのほとんど全ての動きがとてもおとなしいところが特徴です。例えば引き寄せや押し込みなども少なく、蹴りもほとんどなく、右腕のスナップや引き落としなどもほとんど 2,3 割程度しか使っていません。ただ大きく使っているのは、体重移動による体全体の弓なりとワインディングです。この体のしなりと粘点差によってエネルギーを貯めて、パワーの源としているところがあります。テイクバック時の腰の回転が非常に少ないことで、かなりの粘点パワーが貯められているかと思います。非常にスムーズな教科書のお手本のような綺麗なスイングなんですけれども、唯一トップコーチに修正されるとしたら、テイクバックの軌道でしょう。早めに両腕が体から離れる上げ方をしていますので、トップの位置が安定しづらいという欠点があります。ただこれも再現性ですので、完成度の高さによってカバーされていますので、今はほとんど問題はないようです。また画像のによってはですね、このテイクバックの外回りが少ないものもあります。これですね、この上げ方、もうすでに修正されている可能性があります。以上です。